夜の駅で徹夜作業をすることがあった。駅名は言えないのだが、お客さんからどうしても人手が足りないと頼まれて、しょうがなくボランティアという形で参加した。もっとも専門的な技術などあるはずもなく、雑用と使いっ走りが主な作業なのだが、夜の駅というと最終電車が出てしまえばシーンと静まり返った静寂が続くようなイメージがあったのだが、実際には1時間に何本かの貨物列車が猛スピードでホームを通過するため、その前後は安全のため作業も中断となる。作業には総勢で10人くらいが参加していたのだが、はるか向こうに見えるホームまでの作業を朝までに完了させなくてはならず、たびたびある中断がとてももどかしかった。作業には2時間に1度5分くらいの休憩があった。雑用のみの俺は疲れてはおらず、コーヒータイムの他のメンバーとは離れてベンチに座り、ぼーっと辺りを眺めるだけであった。そんな時、あるものが視界に入ってきた。俺が今いるのは大きなショッピングモール近くの一番端のホーム、そしてそこから一番遠くにある逆側の一番端のホームに女がいて、こちらに向かって大きく手を振っていた。最初見間違いかと思った。なぜなら夜のホームで作業をするにはかなり厳重な点呼とチェックを必要とし、一般の者が入り込むなど不可能だったから。だがその女は白いワンピースを着たまま笑顔でこちらに手を振っている。そしてその首も右に左に大きく振られている。駅員の家族の方なのか。そう思い辺りをくまなく見渡すが、その女が手を振っているであろう範囲にいるのは俺だけだった。もう一度よく考えてみる。知り合いでこんな夜間の駅に入れる女性は記憶にない。それにその女はよく見るとどこかが妙なのである。遠近感がおかしくなるようなバランスをしているとでも言えばいいのか。ここからあそこのホームまでの距離はかなりあり、作業をしていないあのホームの照明は当然すべて消えていた。なのにその女はなぜあんなにはっきりと見えているのか。そしてこんなに距離があるのにあの大きさで見えるというのは実際にはありえないし、もしもそれが可能だとすれば女の身長は優に3メートルは超えていないといけないのである。そして全体のシルエットに対して首から上、顔だけが異様に巨大だった。俺はあれは見てはいけないものだと確信した。そうしていると休憩を終えた他のメンバーが戻ってきた。どうした、顔色悪いぞ。仲のいいメンバーにそう言われ思わず言ってしまった。向こうのホームにいる女見えますか。そうして視線をあの女に戻すと、その姿は完全に消えていた。誰もいないじゃん、お前には見えてんの。そう言われ、いやもう消えてますね、さっきまで間違いなくいたんですけどね。そういう俺にその人は真顔で返してきた。な、駅で夜間に作業をしていると霊感があるやつの中には本当に見えてしまうやつもいるそうなんだけど、その見えてるものっていうのはいつもはホームの下でうごめいている自殺した霊たちなんだってさ。たとえこの駅で自殺がなくても
線路なんてつながってるから、そういう自殺した霊は線路を伝って簡単に移動してくるそうだ。そして自分の姿が見える相手を探すんだそうだ。で、自分の姿が見える人間イコール自分の悲しい気持ちを理解してくれる仲間と勝手に判断して、そのままホームの下に連れて行かれるんだそうだ。まあ俺は見えないから関係ないけど、もしもお前が見えてるのなら、死にたくなければ絶対に見えてることを、気づいていることを悟られるな。これって冗談じゃなくて本当の話だからな。そういう科学で説明できないものって未だにたくさんあるんだろうけど、そういうのって単に都市伝説として処理されちゃうし、お前がもしもそういうのが原因で死んだとしても、原因のわからない死因なんて全て心臓発作か行方不明で簡単に処理されて終わりなんだから。だから自分のことは自分で守れ。だから何があっても悟られるな。いつもと違い真面目な口調に少し背筋が寒くなった。そしてそのまま作業へと移る。いつものように雑用であっちこっちと呼ばれ、必要なものを手渡す作業をしていると、例の女がさらに近く、もう二つ向こうのホームまで来ている。そういったことに気がついた。思わず声を上げそうになったがぐっとこらえる。そしてさらに数分後、その女が自分たちが作業をしているホームに向かって線路をゆらゆらと歩いてくるのが見えた。というか、その姿は近くで見るとありえないほどの大きさで、その顔の大きさたるや言葉にできないほどの気持ち悪さを呈していた。が、ここで偶然というか、貨物列車がその女がいたであろう線路を駆け抜けた。あまりにも唐突な出来事に最初は、えっという感覚だったのだが、その直後には、やったという気持ちに変わり、小さく声を上げてしまった。ほっと安心した俺だったが、次の瞬間背筋が凍りついた。横にいる。あえて見ることはしないが、間違いなくその女は俺のすぐ隣に立っている。そして大きくかがみ、俺の顔に近づき、こう小さくつぶやいた。死んだと思ったでしょう。死なないよ。もう死んでるんだから。見えてるよね。死ねばいいと思ったよね。そう言われて、もう足がガクガクしていたが、とにかく気づかないふりを続ける。それしか俺には手はなかった。するとその女は、もっとしっかり顔見せてね、と言って俺の顔を覗き込もうとする。さすがにあの大きな顔で間近から見られたら、もう見えてないふりは続けることは不可能だった。間違いなく大きな悲鳴を上げてしまうだろう。本当にもう連れて行かれるしかないのか。そう観念しかけた瞬間、先ほどアドバイスしてくれたメンバーが急に大声で怒鳴りかけてきた。ぼーっとして仕事サボってんじゃねえぞ。早くこっちにそれ持ってこい。ついでに人手が必要だから、他に 2,3 人連れてこい。といつもとは違うきつい口調で命令された。唖然としている俺に、その人はさらに続けた。ほら、さっさとしろ、走れ。はっと我に返り、俺は作業へと戻るべく指示された方向へ全力でダッシュした。そして指示されたものを取り、
他の3人のメンバーを連れて先ほどの場所に戻った。そして先ほど俺がいた場所を恐る恐るそーっと見た。すると例の女はホームの下にスーッと消えていくところだった。恨めしそうな顔で何かをつぶやきながら、助かったのか、そう思い、ほっと一息ついて仕事を続けようとする俺に、そのメンバーは小さな声でこう言った。危なかったな、本当に。俺もあんなに不気味で大きなのは見たことがないよ。俺も実は見えてたんだけど、見えないふりはお前よりうまいから。俺も昔今みたいにして先輩から助けてもらったことがあってさ、怒鳴って悪かったけど、まあ死ぬよりはマシだろ。そう言われ、その人に礼を言った。帰り道にはお礼のファミレスをおごらされたのは言うまでもない。その駅にまつわる怪異は実在する。